市早良区原にやってきました。今回はどんなイチオシに出会えるんでしょうか。町おしイチオシ調査隊。団地に沿って川が流れてるんですよ。四季折々の風を感じながらのお散歩、気持ちよさそうですよね。結構便利ですよ、ここは。ちょっと行ったら大通りなんですよね。そうバス便利もいいですしね。地下鉄もバス乗ってすぐなんで。団地から原通りの方に出てきましたら、ここが原団地前のバス停なんですね。カフェみたいな素敵なお店ありますよ。お魚って書いてあります。お魚が美味しいカフェ。カメラを呼んでもいいですか。不思議な感じのお店じゃないですか。お魚をメインにしたカフェなんです。こちらは私の妹です。なんかボールみたいなのが出てきましたけど、サンダーになっております。これはお豆の入った五目煮。その下は平笠のかす漬けです。そしてサラダもたっぷり。いやー、すっごくたくさんお魚が出てきました。父が魚市場の仲買におりますので、そこからお魚を仕入れて。魚市場の仲買をしてらっしゃるお父さんがいるから、はいはいはい、こういうメニューが出来上がってるわけですね。このヒラマサ、粕漬けでしたっけ、はい、ふんわり酒粕の香りがして、焼いた身がね、しっとりしてるんです。それが美味しい。女性が一人でお魚食べに行こうかなっていう時に、カフェのような感じだったら入りやすいんじゃないかなっていうことでですね。今日は原に姉妹で営むおしゃれで美味しいお魚カフェ見つけました。